長谷川早紀江と戦うチャンスも本当に残り少なくなりました。若手の選手にとっては何かを長谷川早紀江選手から掴みたい、そんな思いでいっぱいだと思います。さあ、そのシングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦、今日の対戦相手は椎名優花です。ステージです。この日が刻一刻と近づいてまいります。どんな思いで一日一日を過ごしているのか。長谷川早紀江が今日は椎名優花と対戦、今リング上に登場いたしました長谷川早紀江です。これは椎名優花に赤いケースと白いケースが数多く舞い込みました。そして長谷川早紀江にも純白のテープがこれまた数多く舞っています。リング上がテープで埋め尽くされました。長谷川早紀江シングルカウントダウンジュニア7番勝負、その第3戦であります。このジュニア7番勝負は、長谷川早紀江の後輩にあたります、浅利、玉田、前川、深川、田村、椎名、そして渡辺美沙絵、その選手たちとのシングルマッチを続けているわけでありますが、その第3戦であります。さあ、思い切って飛び込んでいく椎名。さあ、それを何か全部受け止めている感じの長谷川早紀江であります。さあ、もう一回行く3連発。さあ、そしてそれを全部受けておいてキックで返す長谷川早紀江、直行へからドロップキック。とにかく長谷川早紀江はこの前にですね、いわゆるシングルカウントダウン7番勝負というのをね、菅原さん、はい、今のところ6つやってるわけですね、はい、3勝3敗というような成績に今残ってますよ ね、はい、最後が、はい、3月20日の博多で、はい、現 3WA 世界シングルチャンピオンの豊田真奈美と戦うと、はい、いうことが決定しています。まあ、長谷川選手にとっては完全燃焼ロードといいましょうか、まあ、今はもう本当に、ね、バックスも感じて気が付いて思いますけれども、はい、笑顔で、リングからさよならしようという意味で。なるほど。でもいい顔してますよ ね、 そうなんですよね。いい思い出を最後に一つ一つ残して、引退していこうという感じがすごく感じありますよね。確かに1試合1試合バットね、はい、本当に思い出を作りながらという感じの試合なんでしょうね。そうだと思いますよ、でもいい顔してるんで、すごいもう外から見ててもね、もうなんか長谷川いいなって思える拍手が送られるんで。あ、なるほどね、はい、逆に引退が決まってから吹っ切れた部分もあったでしょうね、この人はね。そうですね、ずっと期待されてる部分がね、大きかったから、なんか最後乗り切れないところがあるみたいで、一応、まあそういう意味ではね、吹っ切れたんじゃないですかね、そういうのね、はい。この勢いよしという感じであります。さあ、椎名いけ、ドロップキック、あっと、長谷川早紀江の今日はバットシビアですね。そうですね、やっぱり、
通だったらあれ受けてあげてもいいかなという感じがするドロップキックですが、払いのけました。ああそしてでドロップキックはこんな風にやるんだよって感じでね、あなるほどね、今はもう本当両足飛び合い真正面からいきましたよね。お前のはまだまだ甘いんだという、ああさあそして今度はこうですかという感じですかね。今度は崩れ落ちました長谷川崎江です。もう椎名も落ち込んでる場合じゃないですよ、さっきやりですね、やり返しましたけれども今みたいにね、やり返すところがまたいいじゃないですか、椎名、なんかこういう気持ちを長谷川崎江が今教えたようなね、感じがします。もうどんどんやらないとあっという間にこの試合終わっちゃいますからね。そうですね、はい、さあロープにスパーセットした、これ得意技ですからね。はい、そして赤コーナーのセカンドロープに乗ったミサイルか、さあミサイルキックははたき落とされました。いやフェイスクラッシャーもね、もう100連発ぐらいやる人も良かったと思いますよ、ね、僕はまあ 100, 連発100というのはオーバーですけど、もう10連発とかちょっとね、さあ最上段に登ってさあどうする、取った、まともに来てしまいましたシーナ、さあそしてカウントが入る、カウントは2つ、右肩が上がっています。まあシーナもこんな時間で終わってしまったと、もっともっとこのあるいは最後になるかもしれない、ああうまく裏投げを切り返しましたシーナ、少しでも長くこのファイナルバトルシーナと長谷川、シーナにとって最後の長谷川との試合になるかもしれない、この試合を少しでも長くやりたいという気持ちでいっぱいでしょう。さあそのまま落とした、さあこれはうまかった、さあ取れるかどうだ、カウント2つ、いや今のは結構バット危なかったでしょ、危なかったですね、今のは結構ギリギリのところでした。いや受けてあげてるんだと思いますけどね。そうですか、ミサイルキック、さあミサイル、さあ先ほどのその話からいけばそのミサイル4方向からやってもいいですね、これね2連発ね、いってもよかったですがね、カウントどうだ、カウントは2つ、あしかしブリッジは返さなくなりましたね長谷川、シーナイカが懸命に攻め込んでいます。さあっとキックだ、そしてラリアート、なんとさあそして裏投げの体勢、これをかわす、ラリアートの打ち合いか、ソバットはかわした、お互いにお互いに相手の動きはよく見ています。さあそしてそのまま抑え込みに入る、カウントさ、シーナもここから何か違う技で攻め込みたいところですが、さあどうでしょうか、ロープに振ってドロップキックは弾き倒された、そしてどうだ、こちらはドロップキック決まった、今の強烈でしたね、強烈でしたね、セカンドロープからのミサイルか、さあミサイルキック、これも強烈、ちょっと今脳震盪を起こしそうなドロップキックでしたね、ああ渾身の力を込めます長谷川、一発一発に思いを込める長谷川のミサイルキック、さあどうだ、カウント2つ、まだブリッジで返す、返していきますね、やっぱりね、トライからおしまいですからね、トライからおしまい、本当におしまい、もうこれでおそらく長谷川とのシングルマッチというチャンスはおそらくないでしょう。そばっと顔面強烈に決まった、どうだ、カウント3つ、最後に受けたのは顔面への強烈なそばっと、まあでもシーナ目から涙が止まりません、泣いちゃうバットも、まあシーナ選手もこの痛みを忘れないことですよ。そうですね、最後はね、最後に長谷川からもらったプレゼントは強烈な顔面へのそばっと、何かあのバット思いがこもった最後のそばっとでしたね。そうですね、強烈だったでしょう、本当にもう一生残ると思いますよ、ああ泣き崩れているシーナ由香、ありがとうございましたと頭を伏せて最後の挨拶、あそれに応えます長谷川崎江、なんか泣いちゃいますバットが涙ぐんでますけどね。これが第3戦シングルカウントダウンジュニア7番勝負、あと4人がこの長谷川崎江の最後の授業を受けることができます。シーナ由香にとっては思いに本当に残すことのない素晴らしい試合だったと思います。長谷川崎江シングルカウントダウンジュニア7番勝負第3戦、シーナ由香を下しました、下の選手との、ね、試合というのもなかなか思いがいろいろあると思いますが、どうですか今日の試合は。そうですね、シーナ選手はちょっと
若手という割には年がいっちゃってるんですけど、その割には、何回もちょっと断念しつつも頑張ってるんで、その気持ちはすごく分かったんで、みんなからちょっとえぐいよと最後みんなに言われたんですけども、それでもその気持ちが、ね、あれば受けれると思ったんで、あえてやっちゃったんですけど、相当手応えというか足応えというかあったでしょ、最後のソバットは。あ、かなりありますね。